トゥナイトファイブ。はい、始まりました。トゥナイトファイブ火曜日担当、先駆けババリンです。よろしくお願いします。イエイ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 。というわけでですね、今回も、1時間、あっという間に終わらすようなトーク、軽はずみなトークで頑張っていきたいななんて思っております。はい、ね、ヨギさんね、はい、皆さんご存知の通り、今回ヨギくんがですね、ちょっと体調不良で、今回私リュウ一人でやりますので、ぜひとも皆様のね、ツイキャスやメールなどを募集しております。いろんな話をね、一人でポン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 としていこうと思いますのでね、1時間皆様で楽しい1時間にしていきたいと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。はぁ、いや皆さんどうでした、台風などは。ねえ、僕はね、あれなんですよ、台風の時僕あった団地に住んでるんですけど、北中城のあった、あの北中城のあったがですね、もう本当にね、強風域に入るだけなのに、もう暴風域に入ってるぐらいのお家になるんですよ。それで停電したらもう何ですか、ガスも使えないし水も使えないし、だからもうトイレも一回きりなんですよね。あ、停電したと思った時に一回ね、バーンってトイレしちゃうでしょ。でそれを流したらダメなんですよ。間違って僕が流してしまって、それがただの朝のね、朝の最初の出るやつあるじゃないですか、あれで流してしまったがためにお母さんにブチギレられるという、だったらあんた大きいのしなさいみたいな話もありましたけども、そんな感じでね、僕なんかはもう台風の時が大変なんですよ。だから昨日台風だったじゃないですかね、僕はだから家を捨てましたよ皆さん。はい、その時はですね、もうおばあちゃん家にお母さんが逃げて、僕が友達の家に逃げるということででね、それでまあ家のシャッターだけを閉めて、で今さっき帰ってきたんですけど、いやもう全然良かったですよ。あった団地避難指示出てましたねって、本当ですか？ね避難しないとダメなんですよ、本当に避難しないとダメ、危ない。僕がね、何ですか、小学校ぐらいの時かな、普通にですよ、僕なんか団地って、ハの字になってるんですよ、ハの字。ハの字になってるから、吹き抜けっていうかね、この1階のところに穴があるんですけど、そっからものすごい風がビューンって吹くんですよね。それで、僕、小学校の時だったんですけど、本当に僕以外の小学生、吹っ飛んでましたからね。マジで、これ。本当に、これ吹っ飛んでるとかしますからね。だからお母さんが何ですか、車運転してハイパーマートって言って、昔あったデパートだったんですけど、このハイパーマートにこの台風の時に行って、でハイパーマートに行く途中かな、行く途中の時に目の前にドラム缶が通ったりだとか、本当もう北中のあったのね、もう台風は相当きついでございますけどもね。あ、特別警報出てました、びっくりしました。特別警報って何なんですかね、特別警報調べてみようかな。特別警報って何ですか、なんか特別強い台風とかなんですかね。特別警報何なんだろうな、特別警報か、なんか特別にお金がもらえる台風みたいな感じかなとかやってますけどね。こうやってね、今一人でラジオしてみるとあれですね、やっぱレスポンスが、なんかレスポンスって言いますか、今ちょっとカッコつけましたけども、なんか普通におしゃべりしてる感覚でやってたんで、なんか皆様だけに当てるっていうのがなんかちょっと斬新というか、あ、最大級の警戒じゃないですかって、あ、最大級の警戒なんですね。え、な、最大級の警戒って何ですか、もうジュラシックパークで T レックスが出たぐらいの警戒度みたいな感じですかね最大級の、でも昨日、そんなに強い感じはしなかったんですけどね。最大級って言っても、言ったら、僕は落ちしてたんでわからないですけど、ね、1番。え、1番って、あ、今年？え？普通は地域ごとに、避難指示が出るのですが、北中城はあった団地って建物下に。なぎさん、そうなんですよ。本当に北中だけなんですよね。北中のあった団地だけ、本当目の前に漁港があって、恐ろしいぐらいの風が来るんですよ。もうあれですよ、一旦木綿が飛び放題なぐらい、一旦木綿が渡り鳥になるぐらいすごい風だと思いますね。
福岡には避難し準備が出て、長崎にはあ、でもあれですよね、あすかさんね、県外のね、県外の台風なども相当きついですよね。あれなんだ、土砂崩れとかだ、あれ恐ろしいですよ。で多分ね、あの海が近くにないから、てか川とかね、なんか流れる場所がないから、そこに溜まっちゃうんですよね。それで溜まっちゃった上に、なんか言ったら本土に上がってくる時になって、めっちゃバーってでかくなるでしょう。だから多分それでやられちゃってるんですよね。うわー、内地で台風は経験したくないな。僕ね、そういえば、あの話変わるんですけど、コザ町まいといって、あのコザの今話を結構調べてるんですよ。結構調べてるっていうか、あのコザを観光ガイドとして、皆様がいつか修学旅行とか何かしらで沖縄に来た時に、あのコザの歴史や沖縄市のことを知りたいって言った時に、この沖縄市のことを教えれるような先生になろうっていう講習をね、今僕は先駆けバーバリアンと、健太くんですか、健太くんと一緒に受けてるんですけど、まあいろんなこと習いますね。コザヒストリーとコザヒストリーとって言ってですね、あのコザ暴動や、あのコザの歴史がね、あの戦後復帰してどんなして生きていたかっていうことを、あ、習ってるのとかね、あの皆様にガイドができるように今習ってるんですけど、コザヒストリートでちょっと今日、あの意味深なことがありまして、あの A サインバー、あの昔外人さんだけに、この何ですか、この外国人、アメリカ兵ですか、アメリカ兵に向かっての、あのあれなんですよね、このバーがあるんですよ、だけがやってるバーがあって、でその A サインバーの、言ったらそんな A サインバーって結構めちゃくちゃにされるらしくて、あの外人さんがやっぱり飲んでたら、イエーみたいな感じで、ヘイブラザーってバリンバリンバリンとかいろんなことがあるらしいんですけど、それでもこの A サインバーを続けてた理由があるらしいんですよ。 A サインバーで1日の儲け、皆さんいくらだと思います？これね、ほんとびっくりしますよ。1日の売り上げで当時の家が建てれるぐらい、一軒家が建てれるぐらいの売り上げがあったらしいです。なんでこんだけ売り上げがあったかって言ったら、あのベトナム戦争に行くから、行ったらここで間違ったらね、あのお亡くなりになるかもしれないと、で亡くなるかもしれないから、ここでお金持ってても意味ないだろうということで、もう外人さんがね、もうすっごいもう盛りだくさん使っていって、うわーって言っていっぱいね、一日でこの家を建てれるぐらいの、だからね、ちょっとピントが割られて危ないことがあってもね、もうそんだけ稼げるのとやるでしょうね。えだから、もし今 A サインバーみたいなことできないですかね、あまりにも若手芸人お金がなさすぎるんで。あ、渚さん、コザヒストリート行ったことありますって、ほんと面白いですよね。昔ね、これなんか不発弾で遊んでる子供たちの絵とかがあったんですよ。これ相当危ないよみたいなのが、あのサザエさんのタッチみたいな、サザエさんのあの絵のタッチみたいなので表されてたんですよ。いや恐怖感なさいよやってまず思ったんですけどね。いや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 、ねえ、ほんといろんなこと並んでますけども、まずね、あのちょっと私がいろいろ持ってきてるんですよ今日。だから教えていこうかなと思ってました。ゴリさんの映画のね、ろくな人生っていうやつがございまして、ろくな人生がね、あの講座をこのメインとしたやつなんですけど、いろんなことをね、もう30分ですか、35分ぐらいの映画に、もうあの講座の出来事や、この今からの出来事というか、今からこんなして共存していってたんだよみたいなことをね、もう30分にギュッと詰まってね、もう相当わかりやすい映画となってるんですよ。ぜひともね、皆さん見てみてください。あ、てるやさなさん、行ってみたいですって言って、まだ行ってないんかい、おい、頼むよ、ぜひとも来てください、お願いしますよね。やっておりますけども、まず嘉手納飛行場とかのことを習うんすよ。まず皆さん、嘉手納飛行場って知ってます？嘉手納飛行場、嘉手納飛行場ってね、あれなんですよね、なんですか、滑走路が、でっかい滑走路がね、2本立ってて、で滑走路の長さが、約何メーターだったっけな、滑走路、あ、ごめんなさい、今調べております。ですね、滑走路、なるほど、書いてないごめんなさい皆さん、滑走路ね、いろいろ調べてるんですけど、あ、でもね、この何ですか、普天間飛行場、てか普天間基地にはいろんな施設があるんですよ。
行ったら皆さんパスとかがないと入れないだろうけど、まず管理事務所食堂があるらしいですよ中には。すごいな。食堂、消防署、家族住宅、病院、小学校、中学校、高校、教会、格納庫、郵便局、PX、変電所、銀行、ボーリング場。中にはボーリング場もあるんですよ。あ、リオさんすごいですねって。あ、持ち隊長さん。諏訪市隊長、ありがとうございます。普天間飛行場知ってますか、飛鳥さん。ね、普天間飛行場、相当ね、中では面白いらしいですよ。あの、うるさいらしいんですけど。この何ですか、中にね、この戦争が終わってこの降伏しましたよみたいなのの礎とかもあるんですよ。だからそれを年に1回だけなんか皆様で お参りできるみたいなイベントもあるんで、だそれにあの今回僕たちも行くかもしれないということで習ってたりとかやっておりますよ。でこれもう僕ね、ちょっとこれ夜中の11時からあんまり話すことではないんですけど、あ、ウィキペディアの情報によると2250メートル、すごい長いっすよね。いったら2キロぐらいですからね。滑走路で2キロですよ。2キロ走みたいなもんですよある意味。ねえ、他の米軍基地なら入ったことあるけど同じような施設はありますよ。ボーリング場とか、米軍基地でもあれっすよね。いったらこのあれらしいですよ、昔ほんと皆さんちょっとわからないかもしれないですけど、あ、ひいかさんこんばんは。ですね、なんだろうな、カデナ基地って、カデナ基地っていうか、まずカデナって、あれらしいんですよ。チャタン町だったらしいんですよ。チャタン町。今はチャタン町と呼ばれてますけど、昔はチャタン村。チャタン村、アザカデナだったらしいんですよ。それで、カデナがあまりにもでかくなったもんだから、言ったらね、その時は、チャタン村、カデナ、アザカデナじゃないですか。でもカデナっていう地域もでかい上に、このカデナっていう地域が、この、言ったら軍用地になっちゃったから。それで、ちょっとしたカデナが残ってるみたいな。だったら、これ分けて、カデナ村に変えたろうと。カデナ村に変えて、今はもうカデナ町になってるわけですよ。ね、ってなったら、チャタン村、チャタン町ですか？どこまで大きかったんだっていうことですよ。ねえ。これでまた今から、今がなんかこの、僕がなんかが習ってるのは、この、アメリカ人と一緒にどうやって生きていくかっていう小座の、ねえ、このチャンプルー文化を習ってたんですけど、今からの人口はあれじゃないですか、なんだ、今から軍、この米軍が撤退していくと、でだん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 ね、狭くなっていた時に、その空いた土地を、空いた土地を何に使うかですよね。言ったらイオンライカムも前まではね、あの軍のあれですから、ゴルフボールですからね、え、4000台の駐車場にね、ゴルフボール何個詰まってんだって話ですよ。やっぱり自分の知らんこと多いですってね。受験生でしょね、テリアサナちゃんね。受験生だからもうこれいろんなこと知らなきゃ。これあれなんですよね。本当、沖縄の歴史って本当にすごくて、教科書に載ってないことがめっちゃあるんですよ。これ A サインバーの話もそうじゃないですか。この、何ですか、この一日家建てれるぐらい稼いだって言って。ねえ。だからもうこの軍用地とかも昔ね、犬民だったっけ、忘れちゃった。申し訳ございません。ですね、この間初めて知ったのですが、紙を43回折ると、月に届く月に届く暑さになるそうです。リオさん、何か面白い豆知識とかありますかって。私隊長さんね、紙を43回折ると月に届く暑さ、いや、どんな紙だ最初。なんですか最初のこの紙の暑さは、あれですか、チラウミ水族館のアクリル板ぐらいでかいやつってことですかね。それを43回、わからんわ。わからんわ。でもなんか面白い豆知識ですか？なんだろうな。豆知識。滑走路の話なんですけど、この、ねえ、カデナ基地の、カデナ基地の滑走路なんですけど、2本あるんですよ。で、2本で縦がさっき言った、2000、ねえ、いろんな情報があるんですね。この板2250メートルとか、約長いんですけど、これ横の長さはどのぐらいなんだっていうことで。縦を皆さん分かるかもしれないですけど、横は分からないでしょ。横が、一つが91メートル。で、もう一つが61メートルらしいです。ね。ちょっとした豆知識でしょ。間違ってたらごめんなさいね。だから皆さん、ウィキペディア禁止でございます。よろしくお願いします。人口が多くなった、コウタ君がね、人口が多くなったってことだね。
ハンビータウンも新都心も。なるほどね。いやいやいや楽しいですよね。なんかやってみ、意外にやってみたら一人でもうかれこれ15分ほど喋っておりますけどもね、ここで1曲ぐらい言っときますか。大丈夫ですか、いけます。じゃあここでね、やっぱり一人だとつなぎづらいので、なんか曲などでねつないでから僕の思い出の曲なども紹介していこうかななんて思っております。じゃあ今回一発目でですね、僕の中学校の時の話なんですけど、あれですね、電車男がめちゃくちゃ流行ったんですよ。電車男がね、このエルメスさんって言いますか、伊藤美咲がやってて、皆さんこの中学校ながらにね、この伊藤美咲さんに恋をしたようなかすかな記憶とかありますけどね、その時にめちゃくちゃ流行った歌でございます。でも本当僕の思い出の曲なんで、ちょっとテンション上がるかもしれません。聞いてください、サンボマスターで世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。どうぞ。
トゥナイトファイブ。はい、聴いてもらった曲はですね、サンボマスターで世界はそれを愛と呼ぶんだぜっていう曲でございました。ねえ、本当になんか一体訴えるね力がすごいなと思うんですよ。これをね中二で聞いた時、なんか言ったらあまり言いたくないですけどね、ちょっとあれじゃないですか、なんかパッとしない3人組と言いますか、それでなんかちょっとギターを縦に弾いてみて、なんかちょっとは違うよを襲ってるのかなって思ってただけなんですよ。でもね、歌聞いてみたらね、やっぱ相当なんかこのメッセージ性があると言いますか、なんか心躍らされたと言いますか、私に衝撃を与えた一曲ですよね。えまず歌詞が長いでしょ、歌詞っていうかタイトルが、世界はそれを愛と呼ぶんだぜって。ねえねえ、本当に皆さん、世界はそれを愛と呼ぶの、ねえ愛ですよ愛、世の中はでもね、この時のねちょっと思い出なんですけど、僕バスケットボール部で、中学校2年生の時に、夏休み、この電車男が入ってた時なんですけど、で夏休みに、みんなでプールに入ったんですよね、男子バスケットボール部全員で。で女子もいないし、男子バスケットボール部だけのプール貸し切り、みんな全裸だと、みんな全裸で一回ダイブしちゃったんですよね。ダイブして、うわー爽快かーんとか思いながら、でそこからまちゃっと海パン履いて、でなんか中学校にめちゃくちゃでかい、ビート板があったんですよ。もう本当に本当にでかい、12畳ぐらい12畳ぐらいのビート板があって、それの上に乗って、そっからちょっとした降りるみたいな、飛び込みみたいな、危ないんですけど今考えたらね。で一応そこでなんか楽しんでたんですけど、そこでなんかこのあれですか、プール管理人の方がキック化して、この放送からこの世界はそれを愛と呼ぶんだぜを流したりだとか、でなんか電車男でね、顔文字ってめっちゃ流行ったの分かります？顔文字がめっちゃ流行って、なんか顔文字の歌があるんですよね。電車電車のまのまいえみたいな、のまのまいえって、なんか皆さん覚えてますかね、こののまのまいえっていうのがね、この言ったら何語か分かんないですけど、日本語が入ってるように聞こえるみたいなのでめちゃくちゃ流行ったんですけど、俺これを聞いて、みんなでのまのまいえい、のまのまいえいって言ってる男子生徒がいたんですよね。嫌いでしたよろしくお願いしますっていうエピソードでございましたけど、なんかね、どんなことだろうな。今ね、僕の手元に小座に愛してっていうやつがあるんですけど、でモデルの小座出身のね、岸本セシルさんね、え自分の娘がね、いつの間にかモデルになって、この岸本セシルみたいなね、すごいモデルさんとかになったらどうしますよ皆さん。まずね、本当娘が生まれて、なんですか、アイドルになりたいとか言われたらどうします？あ、こんばんは、チーズ、恋のマイヤヒ懐かしいっすって。チャラい AKB ファンさん、ありがとうございます。ね、恋、あ、そうか、恋のマイヤヒだ。ね、ありがとうございます。ね、テリアサナさんね、全然知らないですって。知りなさい、この野郎。お願いしますよ、本当にね。ですね、これがまあ、モデルとかね、もし自分の娘がアイドルになりたいって言ったらどうしますって言って、もう絶対鳴らさないみたいな、なんか言ったらもうこの業界は汚い腐ってるだと思い込みでしょ、皆さん思うでしょ、思っちゃうから、なんですか、このアイドルには鳴らさないみたいなことあるかもしれないですけど、まずアイドルにはなれません。アイドルは本当に選ばれたやつですよね、コウト君ね。はい、まだ返信が来ないですのでね、このもうそうなんですよ、アイドルになれませんし、アイドルになったら危ないとか言うんじゃなくて、アイドルにならない方が僕は危ないと思うんですよね。アイドルにならんかったら、なんか何ですか、アイドルの方ってすごい守られるんですよ多分、このバックにもだし、この周りにもマネージャーがいて、逆に安全だと、この皆様の前に立って危ないかもしれないですけど、私から考えたら逆に安全だっていう結論に至りました。どんなラジオしてるんでしょうか今ねえ、皆様の声だけがお便りでございます。そうだ、ごめんなさい、メールアドレスを読むの忘れてましたね。それではメールアドレスも聞いてください。いきましょう、761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp でございます。ぜひともね、皆さんメールの方もよろしくお願いしますよ。ツイキャスだったらね、ポンポンポンって話が飛びすぎて何のこっちゃ分からなくなりますから、メールで1個くれたらね、本当に読みやすいので、ぜひともよろしくお願いします。あと漢字はご遠慮ください、私の漢字は読めませんのでね
漢字読めないっていうそういう宣伝はいらないと思いますけども、いやーね、今ニュースとかもねいろいろ見てますけど、プロ野球がもう全部シーズン終わりましたね。あとクライマックスシリーズ残すのみ。日本ハムもね頑張りましたよね。いや大谷投手がすごいんですよ本当。ごめんなさいね本当、広島カープまず優勝おめでとうございます。小田高ね、広島カープ優勝おめでとうございますですけども、その反対側のセリパリーグですか、パリーグの、日本ハムファイターズの、大谷投手、何ですか、二刀流と言われてた大谷投手なんですけど、この大谷投手がね、この前テレビで見たんですけど、この何ですか、打席に入った時行ったら、この二刀流やってる時は勝率 100% なんですよ。7勝してまして、一体ピッチャーだけに専念した時がこの何ですか、一応勝ってはいるんですけど、何勝だったっけな、まあ一応負け越してることもあるんですよね、って負けたりしてるんですよ。ただ自分が打席に入った時にはピッチャーの調子もいいみたいな、いやどんなすごい選手なんだと、やばくないですか。いった一回ね、先頭打者でこの大谷君だったんですよね。で大谷君が栗山監督に大谷翔平な、お前今日1番で行くからって言って、なんで1番ピッチャーがみたいな、1番打者ピッチャー大谷で、大丈夫ですかこれみたいな感じになったら、何言ってんだと、お前がホームラン打ってその後抑えればいいじゃないかって言って、それではいって言ってバンって言って打席に立ったら、もう早速ねホームラン打って、先頭打者ホームランですよ、早速1点で、そっから栗山監督がね、鳥肌立ったのはその後だったらしいんですよ。言ったらヒットとかでもいいじゃないですか、で次で返したらリードしてそのまま投げ勝つみたいなことあるんですけど、自分でホームラン打った後でも、ホームラン打った後ってなんか、ホームラン打って奇跡的にだから、たまたまパーンっていったのがあまりにも飛んでホームランボールになったこともあるらしいんですよ、野球選手って。その時ってなぜかテンション上がってるから、このベースラン、この1塁から4塁まで行ってホームラン打った後走るじゃないですか、そのベースランがなんか心なしか速くなる人が多いらしくて、ホームラン打った後、たまたまホームラン打った人は、うわ打った打った、どうしようどうしよう、恥ずかしい恥ずかしいということで、なんかこのベースランが速くなるらしいんですけど、大谷翔平はそれをゆっくり走ったらしいですよね。言ったら自分はホームラン打つもんだったと、っていうことで、ゆっくり走った時に、ああこの選手は本当にすごい選手なんだなって、監督をも鳥肌立したという素晴らしい選手なんですよね。え自分が投げて打ってる時はもう勝率 100% ですからね、本当にこれは素晴らしいことだな、体格に恵まれてますよね。ね、契約金も1億からまたそこから結果残してますから、何億いくんじゃないですか。もう何歳ですか、僕の参考下ですからね、僕が25、21、22か、うわーもうやりすぎですよ、そんなお金持っていいことないからね、大谷まで届けありがとうございますなんやかんやで、もう30分ほどなりましたけども、皆さんついてこれてますか、大丈夫ですか、テリアサナさん、この時期野球しないから楽しくないですって、野球が好きなんですか。あー、アスカさんもね、ホークス応援してたのにめっちゃショックですって、ありがとうございます。まあ確かにね、僕もホークス応援してたんですけどね、まだでもクライマックスシリーズは残ってるでしょ、でまだ何があるか分かりませんから、ぜひともまだまだ応援よろしくお願いしますよ。巨人を応援してます、ダメですよ、私は巨人を応援してません、ジャイアンツが好きだ、何ダメですよ私は巨人じゃない、阪神でございます。でもね、巨人も大好きでございます。大好きじゃないななんかね、あれなんですよ、僕巨人も悪くはないんですよ、言ったらスター選手が集まって昔からのね、強かったイメージあるんですけど、なんか強いやつがいたらそれを倒す他の勢力を応援しちゃうって言いますか、そんなのありません。なんか結局あれでしょ、クラスメートとかで可愛いマドンナ、言ったらミスがいるだけど、このミスと一緒に歩いてる2番目の女の子が好きになれる 率高いみたいな、そんな感じでございます阪神は嫌です、怖いです、なんでよや阪神と巨人は敵同士に見えて仲いいですよ、一応ね、プロ野球同士ですからね、仲はいいかもしれませんけど、あ、なんかメールが来てるみたいで、早速、どうしよう、いつもね、先駆けバーバリアンラジオ、メールを45分から見出すっていう暴挙をいつもしてるんですけど、今回はちょっとフライングしていいですか、すいません、じゃあフライングしたいと思います、
ね、新着のメール聞いて見ていきましょう。こんばんは、松村香里推し浩太です。お前かいおい。お前かいおい。いいでしょう。早速質問です。秋といえば思い出すのは何ですか。よろしくお願いします。ではチェケラ。秋といえばですね、思い出すのはですか、僕は長袖ですかね。なんか長袖に変えていいのか、いつも半袖でいいのかわからないでしょ。あもうあな長袖つけとけみたいな感じで長袖を思い出しちゃうかなっていう感じですかね。逆になんだろう、サンマとか思い出す人いるんですか。食べたいなって言ってから旬だからサンマみたいな感じですけど、思い出すんですかね。僕は長袖かな。なんだろう、あとあれですかね、あの小学校の時流行ったあのマイナス4の輪っか、あれ秋ぐらいだったんですよ確か流行りだしたのが。長袖の時にやってましたから。でなんかこのマイナス4にあの毛玉がついて、その毛をちょっとみんなで取りに行くみたいなのありましたけども、はい。メールの質問忘れてました、はい、忘れました。沖縄では見られない紅葉を思い出します。面白いですね。でも紅葉とか見てみたいですね。清水寺ですか。あ、秋は那覇祭りって感じですね。そっか、那覇祭り秋なんですね。っていうところでね、東部祭りもありますから、皆さん知ってます？運動公園で、10月のいつだったっけな、10月の29、30日、このあれですよ、運動公園の方で、沖縄市運動公園、阿波佐野ですね、運動公園の方で東部祭りということで、なんだったっけな、なんか内容とかはもうあんまり分かってないんですけど、もう本当に面白いねやつで、FM 小座も、特番で、このあれですか、出店って言いますか、一緒に出張ラジオしますので、それに今回先駆けババには出ますので、ぜひともね皆様遊びに来てください。でね、いろんな質問やね、もうその場でトークを繰り広げましょう。皆様でよろしくお願いします。今週の土曜日からですか。あ、那覇祭りが、へえ、行きたいなー。いやでも混むんだよなこんなのに。そうなんだよ、これ言いたかった。そうですよね、祭りの時の混む率半端ないですよね。で結構みんなこうなって車できたら混むんだなって思い始めて、違うところに車止めおるでしょう。で違うところに止めおって、このあれですか、違うところが若干通り道だったりするから、そこでまた混んだりとかするんですよね。ねえ、ほんとこれ祭りの時は車出さないことに越したことないですよ。まずビール飲めないでしょ。でビール飲めないってことは、ちょっとした楽しみ、花火の楽しみがほんと二元しますからね。はい、だから祭りではできるだけね、ジンベエ履いて、うちわをもらって、うちわをもらって、中学生の時の中学校の時の同級生だったねみたいなやつを見かけて、ビールを飲んで、家に汗かきながらね帰るっていうね、それが一番祭りの楽しいことじゃないですかね、僕の会見ですけども。いやー、本当にね、一人でずっと喋ってるとやっぱ喉が渇いてきますので、ここら辺でまた一曲いってもよろしいでしょうか。あ、ちょっと何ですか、最近家の近くに高いビルができたので花火が家から見えません。あー、これ悲しいですね。そうかそうかそうか。いや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 、でもねこれもう運ですよ。逆にね、ここに何ですか、太陽光などをやってたら、もう本当に、いや何やってるやってできるんですけど、でもそこがね影になったりとか、あれですよ、直射日光が当たってて、ね、どうにかもうずっと暑かったみたいな、逆に考えてね、プラスに考えていきましょうよ。はい、何の話でしょうか。というわけでね、一曲いきたいと思います。ですね、これも私のちょっとした思い出の曲というか、今日朝からね、吉本から LINE が入りまして、あ、電話ですか、電話が来て、明日リオさん朝10時行ける、え、何がですか、元部、いや行けるかとか思いながらね、でも結局吉本のあれですから、でもこの営業ですから、この元部でね、台風で動けなかった、なんですか、マリンスポーツとかできなくて、この動けない状態でフラストレーションが溜まってる高校が
あの吉本に電話して、それであの営業として空いてる人を呼んできてほしいということで、酒明けバーバリアンと、大谷あゆみさんと、健太くんで行ってきました。その時に大谷あゆみさんの車で行ったんですけど、大谷あゆみさんの車から流れていた曲です。今回流そうと思って、聞いてください。スピッツでスパイダー。だ
トゥナイトファイブ。はい、聴いてもらった曲はですね、スピッツでスパイダーでした。ね、スッスッという感じでね、あの作業が続いておりましたけども、なんか好きなんですよね、今の終わり方とかも おしゃれじゃないですか。だからもっと遠くまで君をぐらいでなんか切れていくっていう感じのね、これをフェードアウトって言うんですけどね、このカットアウトとフェードアウトってあるんですよ皆さん、これ業界用語なんですけど。で、言ったらトゥナイトファイブもね、いつもてっぺん迎える頃に終わりますからね。はい、業界用語でございます高校の時の話をね、ちょっとしていこうかななんて思ってますけど、高校の時ですね、なんだっけな、弁当屋あるでしょ。僕茶壇高校だったんですけど、茶壇高校の弁当がめっちゃ美味しいんですよみたいな話聞くんですけど、僕茶壇高校の弁当ね、俺一番ダメだと思ってるんですよね。これも本当に申し訳ないんですけど、今夜中聞いてたら、いや起きてないな、多分弁当屋だからいっかそれでね、この弁当がね美味しいんですけど、なんていうかな、過剰評価しすぎというか、このあれですよ、茶壇高校って休み時間に外に出れなかったんですよ。外に出れなかったから、お腹すかしてもうゾンビ化してる生徒がもう本当に200人近くいたんですよね。だから早弁したりだとか、この弁当の盗難とか僕なんかクラスでも万難ありましたから。で、なんかそれでゾンビ化してたから、結局お昼時間になって中に、みんなが売りに来るという、近くのある弁当屋が中に、なんかあれですか、台車引いて持ってきて、みんなで一生懸命ね、列作って弁当買いに行くんですけど、言ったらそれしかないから僕は売れてると思うんですよ。それしかないから、もう言ったら育ち盛りのやつにとんかつね、とんかつとあれですか、トゥーナーが入ってるやつペッて渡したら誰でも買うじゃないですか。じゃあもうなんかね、言ったらもうどうせ売れるだろうみたいな、なんかスタンスなんですよね。だからなんか本当にお客様としてのありがたさがなかったっていうか、いやそれがなんか近づいてていい、いや俺は良くないって思ってて、ずっとね、あ、食堂とか学校ないですよ、茶壇高校はもう外からね、外部から売りに来るみたいな、なんか本当いつもありがとうね、お兄ちゃん買ってくれよ、こっちも経営が成り立つんだよぐらい言ってくれる弁当屋じゃないとここで買おうなんて僕思わないというか、いやあるでしょ、なんか制服店とかあるじゃないですか、絶対ね、制服店とかを、この制服を買わないと学校に行けないから、この子の制服買わないといけないでしょ。なんかそういうのが好きじゃなくて、このね、確実なる特許と言いますか揺るがぬ地位というかね、ね、だからこの高校の近くに弁当を作るのって一応これ戦争らしいんですよ、意外に。三郷工業っていうね地域がありまして、そこの弁当屋2つあるんですけど、2つともめちゃくちゃ美味しいんですよ。二つともめちゃくちゃ美味しいんですけど、俺差は多分あれだと思うんですよね。換気。この外にパラソルと、椅子置いてるかどうかの差。で、椅子置いてるところがめちゃくちゃいたら人が溜まるから、で、そこで溜まりながら美味しい、いつも通り美味しいものを売っていって、その、売ったお金だけでもう一回家を建てたというね、このドンちゃんっていうパーラーがあるんですけど、これめちゃくちゃすごい話で。ね、そういうのは、でもそれでもダメなんだよな、なんかでここしかないし、言ったらあんたいつものねみたいな、あんたいつものねっていう、この沖縄のおばさん特有のやつあるじゃないですか俺あれなんかね、いいようで嫌じゃないんですよね、嫌なんですよね、いいようで嫌なんですよね何言ってんだろうな、今こんな喋ってるんですけど。そばがね、100円そばってあるじゃないですか、なんだ100円そばって今どこにでもあるでしょ、沖縄全体。言ったら、あれでしょ、何ですか、工事さんの、ニーニーさんたちがね、いつも朝、みんなで食べる、100円そばあるじゃないですか。100円そばって沖縄だけらしいし、この100円そばを、いろんな工夫してるところあるでしょ、カスですか、油カスは入れ放題だよとか、七味も入れ放題だし、で、そこにね、卵、ちっちゃいのが入ってて、で、そこになんか、言ったら、今回弁当作ってて余ってた肉を、ちょっと入れてて、なんか、ちょっと豪華になってるみたいな、この出汁にもこだわった100円そば。それが本当の100円そばだと思ってるんですよ。僕のね、茶壇高校の100円そばがもう本当にね、苦手だったんですよね、あれ。もう今で言いましょう。クソでございます。
もうここしかないからそれしか買わないのに、なんで、なんでそこで調子乗るのかっていう、言ったらがっかりさせないでほしいっていうか、もう本当にね、油かす 2、3個しか入ってないですよ。油かすが 2、3 個入ってて、麺が縮れ麺だし、のみ。いや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 。100円そばじゃねえよ、それは。なんて思ってますけどね。あー、なんだろう。崎山先生の話しようかな。崎山先生って言って、高校の時に、めちゃくちゃね、バスケで有名だった先生がいて、江南高校にいた先生なんですけど、なんか独自のプレースタイルを編み出して、それに型にはまればめっちゃいいみたいなことがあって、本読め、リオ。ありがとうございます。ね、この間、何ですか、崎山先生が、この本当クマみたいな人でめちゃくちゃ怖い先生だったんですけど、崎山先生、暗殺事変っていうのが茶壇ここにありまして、崎山先生の上空を、ハンガーがかすめたと。ハンガーがかすめたって言って、この崎山先生が怒って全体集会にしたんですよね。おい待て、俺の目の前にハンガーが落ちてきた犯人誰だというね、全体集会が行って、で、もちろん全体集会にしたもんだから、犯人なんて現れず、で、結局時間だけが過ぎて、フラストレーションが溜まりながら、もう一回、クラスに戻るっていうタイミングで、また、崎山先生の前に物が落ちたと。スポイトなんですよね。スポイト。いや、もう、だったら、当てろと。なんでしかも投げたのスポイトバっていう、このね、事変がございましたけど。ね、ほんといろいろやっておりますけど。追加数の方にも触れていきたいと思います。自分の午後もこんな感じです。すぐなくなるとね、下にあるコンビニで買ってる人が多いです。いや、コンビニとかもね、コンビニとかはやっぱ弁当屋なのかなって思ってました。その話前も言ってませんでした。マジですか？ごめんなさい。ねえ、いいでしょ、いいでしょ、2回聞きなさい。ねえ、お願いしますよ。ねえ、タコとか食べられないですって。ありがとうございます。さあ、ちょっと失速してきたのかな。あ、もう、あれですか。うわわわわわわ、もう残り4分ですよ、皆さん。ん？あ、いつメール来てます？じゃあメール読んでいきたいと思います。ですね。はい。ですね。リオさん、こんばんは。今日、お一人でラジオですね。リオさん、一人のラジオも楽しいです。本当ありがとう。明日は休校なので何しようかなって考えてるんですけど、来週から中間テストなので勉強しないとなと思ってます。でも、なかなかやる気が起きなくて、あ、わかりますよ。こんな気持ちね。やる気スイッチを誰か押してくれないかなと思ってます。これ、いいこと教えましょう。背中をね、思いっきり書いてください。やる気スイッチが。押せるでしょう。当たってんのかな。リオさんはやる気を出すときどのようなことをしてますか、教えてください。ラジオ最後まで頑張ってください。アスカさんでした。アスカさん、ありがとう。ですね、僕がやる気出すのはあれですね、大声ですね。しかも車の中でのびのびしながら、なんかあれでしょ、あーみたいな、今ごめんなさい割れちゃったんですけど、みたいなのですかね、の時になんか吹っ切れると言いますか、悪霊が取れるみたいな。ねえ。あとね、今日ちょっと、チラって覚えたのがあるんですけど、親指と、人差し指の間を、強く皆さん押してみてください。もし、これ見てる方とか、聞いてる方でもいいんで。これ、あれらしいですよ。ここでめちゃくちゃ痛い人がいるんですよ。この、親指と、人差し指の、これ、ツボなんですけど。これ、疲れのツボらしいです。マジで。で、これね、今日たまたまね、僕、チラってピョって押した時に、激痛がしてたんですよね。多分、この吉本から、朝10時、元部行けるかっていうことで、それで、寝ずに元部に行ったから相当疲れてるのか。で、また、深夜までラジオやるという、暴挙に出ておりますけども。で、それでね、今ちょっと押したらめちゃくちゃ痛いんですよ。でもなんか揉みほぐしていったら、なんか気持ちよくなるっていうか、快感になるっていうか、ぜひともね、皆さん押しちゃってみてください。お願いします。で、告知の方がですね、10月
10月の7日に、吉本沖縄、うちなライブがございますので、ランキングライブとなっておりますのでね、僕たちもまだまだありますので、5位ぐらいですか ?4 位かな ?4 位ですので、まだまだ県内ですのでね、ぜひとも、遊びに来てください。お願いします。チケット余ってますので、ぜひとも僕にご連絡ください。お願いします。そして、10月23日、我らがサゴテン団の箱のライブがございますので、そちらの方もよろしくお願いします。ですね。で、あとは何かな次はどんなネタやるのって。ですね、今、同期のね、大下新規くんが、ツイキャス見てるのに、個人的に LINE をしてくるんですよね。今ダメ出ししてるよ。リオ本読めと。次はどんなネタやんのって、今期関係や。よろしくお願いします。いや、ほんと仲いいんですけどもね。ではもう残り1分ですから、本当はね、あと曲、1曲だけね、書けるってだったんですけどね。それのタイトルだけ言っときますか。タイトルだけね、皆さん、これもう寝る前とかに聞いてください。ボンジョビの Always っていう曲なんですよ。わかるかな?これわかりますかね?これね、これ、あ、いいですね。これでお別れするのもありじゃないですか?これでお別れしていきましょう。これをね、本当に皆さん、最後に聞いて眠ってください。多分最高な一日になるでしょう。今日一番伝えたかったのはこれですよ。これだけのための1時間の振りでございますからね。ボンジョビのオールウェイズだけ覚えて帰ってください。というわけで、もうお時間が来ましたので、また来週も頑張りますので、引き続き楽しんでください。以上、酒焼けババリアン砂川でした。ありがとうございました。